こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。アマゾン室で儲けるために、具体的に何をするか。まず、Amazon が儲けやすい理由は、Amazon の仕組みは、FBA を使うから儲けやすい仕組みになっています。FBA というのはね、a z o n に商品を送れば、集金からクレーム処理、梱包発送まで、す、え、べ、ー、てを Amazon がやってくれるという仕組みです。 この FBADO を前提にしないなら Amazon を使う意味はない。仕入れ資金があって Amazon を使うからこそ Amazon 質が稼ぎやすいわけです。その仕入れ資金は20万円を目安にしています。仕入れ資金は送料込みで20万円を目安にしています。最初に2万円、2回目以降は2万円プラス前回売上げで入金になった分というのでね、20万円を10等分して2万円プラス前回売上げで入金になった分を仕入れに使っていくと。 10回のチャンスでヒット商品を見つければ必ずプラスになると思って取り組んでいただくのが良いです。これ、まあ、2万円に分けて前回の売上ですから、まあ商品が見つからなければね、ずっと2万円と。で、商品が見つかれば、え、仕入れ資金が増えるということなんでね、非常にこれ効率いいです。よくある失敗、20万のうちは10万円初めにぶっこんじゃうと。 これね、売れるか売れないか分かんない商品に半分ぶっ込んじゃって無謀なんで、このやり方するとね、えー、あんまうまくいかないです。もしも仕入れ資金が10万円なら、1万円を10回と、ね。十分商品が見つかったら、えー、仕入れ資金を増やしましょう。儲かる商品が見つかったらね、逆にもっと売り上げ増やそうということで、まあ、仕入れ資金50万とか、えー、突っ込む人もいます。もう、商品が、儲かる商品が見つかった後ね、えー、たくさん売れると分かれば、まあ 仕入れ資金は大きいは多いことすら、え、売り上げは増やせます。まあ、ただ、ね、えー、一つけに30万、え、稼ぎたいという場合はね、仕入れ資金20万で始めれば十分です。そしてお金は仕入れ資金は20万。で、実際の作業、何を何分くらいやるのか。ね、最初の1ヶ月は1日どれくらいの作業をするか。まあ、こんな質問をいただいたんでね、え、ちょっと、ま、記事を書いてみました。 最初の21日間は、1日10分から45分の作業をしてください。やってはいけないこと。焦って休憩なしで2時間以上作業すること。新しいことを始めるときのコツ。まず習慣化することを最優先にする。大変なことをいきなりすると思いつきます。それと、朝は夜より賢いです。新しいことにチャレンジするときは、できるだけ朝時間を、朝時間をとって作業してください。 朝の15分と夜の45分でだいたい効果が同じぐらいです。で、毎日10分でいいので、ね、まあ動画を見るとかね、講座登録をする、商品探しをする、毎日何かしてください。もうこの、え、1日10分でいいんでね、これ必ず45分取ろうとかするとできない日が出てきちゃいますんで、1日10分でいいので、もう必ずこの Amazon 室に関する作業を何かするというのを習慣つけてください。 で、初めの1ヶ月でやる作業の、だいたいの時間の目安。ね、えー、必要作業時間の目安。えー、銀行講座解説。ね、スムーズな方は10分。で、もたつく人は100分。で、これ自分でいろいろね、インターネットで調べたりしてやってると100分あっても終わらなかったりします。ですんでね、え、10分やって、で、10分で終わらないものはね、私に聞いてください。ね、で、自分でいろいろ調べる必要はないです。 調べて正解にたどり着く可能性は低いです。オーストラリアアマゾン室の場合ね。えー、ですので聞いてください。だから、100分かかるとしてもね、1日10分刻みだったら10日後には必ず銀行口座できてるという形になります。それからアカウント登録も一緒です。スムーズに行く方は10分で終わりますけど、まあ、もたつくと、まあ、その100分、ね、10分を10回10日間という形です。まあ、ただ、 これ両方最高にもたついたとしても、20日あればね、えー、売る準備は完了してますんで、慌てる必要はないです。えー、何でもわかんないところを聞きながら進めてください。で、無事講座ができたら商品探し。ね。で、これは商品探しはもうさらに短くて5分から50分。なんでこれ時間短くしていくかって言ったらですね、この時間短いのは簡単にすぐ終わるとかそういう意味ではなくて、まあ、簡単に えー、隙間時間でもできるとかいうことでね、何しろ、ね、一週間すれば商品探ししてませんとかいう期間を作らないようにしてください。毎日何か商品を比較するというのをね、習慣づけていただければ、どんなに、えー、まあ、センスがなくたってというか、なんというかね、えーえー、まあ、向いてない 向いてないって言っちゃうとなんですけど、まあ、センス内向いてない人でも、3ヶ月もやれば、ね、毎日この商品探しをやってるのを習慣づければ、3ヶ月もあれば、普通に商品見つかるようになります。えー、ですんでね、まあ、センスの良い人はそれこそ3ヶ月か初めからいきなりできる人もいます。何しろね、商品を比べるだけなんで。で、大体商品探しで苦労する人のね、えー、パターンはありまして、めんどくさがって全部パソコンで済まそうとすると。 ね。で、思いついたキーワードで調べてパソコンで、えー、調べる。あるいはね、どうやって調べるのかなって検索して、その出てきたのを当てにして調べる。これ、どっちのやり方やってもね、儲かる商品見つかんないです。頭で考えたら、えー、初心者が考えつくようなことってもうね、何パターンかしかないんで、みんな同じ商品になっちゃいます。すると、ライバルが多いんで、えー、儲かる商品は見つかりません。それから、インターネットで検索してね、上位に出てきた情報っていうのは、当然みんな見ってます。 同じ情報でね、探したら当然ライバルが多いんで、これまた儲から商品見つかりません。ですのでね、えー、私がお知らせする NG 商品を避けて、実際に、えー、リアル店舗に行って、あるいは本なんかを参考にして、もう単純に比べるという作業でね、頭を使わない、ね、手を動かしてただ見比べるという形にした方が商品見つかります。した方が見つかるというか、そうしないと商品見つからないです。 あの、考えつく商品とかだとね、売れてるけど差額がない商品ばっかりになりますんで、頭を使わず単純に見比べるというのがね、商品探しのコツです。まあこれはまたね、えー、マニュアルの中、あるいはサポートの中で記事や動画、えー、ありますけど、まあそちらの方を参考にして商品をどん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 ね、えー、探していくと。試してみるという形です。それから販売してればね、アマゾンや購入者からの問い合わせがあります。その場合は、 届いたメッセージをチャットワークに貼り付けてください。私はそれを翻訳してこういう返事を送ってくださいと。こういう返事じゃないですね。この返事をコピペして送ってくださいですね。という形でサポートしてます。ですんでね、届いたメッセージをチャットワークに貼り付けるだけなんで、これ1分。どんなに持たついても10分で終わります。まあ、普通に買い物して1日10分以上、ね、で、 21日から続けばもう週間化成功ですんで、そうすればもう日本は身の回りにね、安い商品が溢れてますんで、えー、もう稼げたも同然、8割、9割も稼げたも同然という形になります。アマゾンがオーストラリアに上陸しました。日本に住んでいるのにオーストラリアアマゾン室で稼がないのは大損です。